日本人のおよそ半数がメガネのお世話になってるけれど、牛乳瓶の底のようなダサいメガネは今はない。すいません、変わってるメガネなんですけど、はい、コンタクトでもいいんですけど、せっかくだったらメガネも面白いかなとか。周りから何と言われるんですか、メガネかけてると。秘書のよう。秘書のよう、見えますね。かけてないと。アンポンタン。アンポンタン。カルソーとか。結婚してますか。あら、独身じゃないの。ごめんなさい。子供いるんですか。いますよ。あら、まあ、すいません。おくつ。12歳、10歳、8歳。買い物ですか。いや、なんとなく磨こうと思ったんですけど。親子ですか。バカ。二人とも目がかけて、これはファッションでかけてるんですか。あ、私目悪いです。あ、目悪くて、でサングラス、それはどう入ってます。だからもう一つ持ってます。メガネ今普通のは持ってます。ちょっと見せていいですか。メガネを見たいの。はい。おしゃれですねこれ、うん、でこっち今いいや。いかが似合う。うん、そうよ。自分で選ぶんですもん。似合うわよ。やっぱしファッションね、うん、顔の一部と言いながらファッション。でも似合わなくては似合わない。鼻筋が通ってないと似合わないじゃない。お母さん似合うじゃないですか。だから鼻筋が通ってないと似合わないよ。だから鼻筋通ってるの。もう鼻筋通ってる。若者たちには魅力的、スターの好みのモデルも登場。ファッションセンスをかきたてられて、伊達でもいいからかけたい気持ち。明るい人にも知的にも、メガネ一つでイメージ変わる。メガネとは視力を垂らす道具を超えて、今じゃおしゃれなソーシング。おしゃれとは財布に余裕がなくてはできぬ。価格破壊の流れの中で、メガネは随分お安くなった。ブランド品も値引きされ、メガネのおしゃれはいつからかとっても身近になったのだ。2万8000円から3万円のところが多いですね、うん、ちょうどこちらが、2万8000円上代の、うん、アルマーニの658番ですね、はい、こちらが4割お安くなって1万6800円になります。おどうする、流れる、多分開けるんですよね。メガネ、おしゃれな小道具。おしゃれのためのメガネだが、売れ筋の年代別傾向とは。まあ、10代の若い人ですと、今プラスチックのフレームの小さめで、若干太めのフレームですね。男女を問わずですね。男女を問わずですか。はい。これが20代になってくると、これも同じようにレンズのサイズ的にはかなり小さめですね。小さいですね、はい。で30代になってきますと、若干玉が大きくなってきまして、で形的にはこういうちょっと卵型ですね。40代になりますと、玉の方がだんだん大きくなってきまして、で横に飾りもしくは尻尾の入ったタイプが多くなってきます。50代とかも60代になってきますと、40代以上とそんなに傾向的には差はないですね。あ、はい、そうですか。熟年は大きめを好むというが、どんな形が似合うかは自分で判断しにくい。そこで新兵器で、この中から自分の気に入った、そうですね、フレームを、例えば2番と4番が気に入ったようですと、一応こういうふうに2つ画面とかで見比べることができます。あ、はい。で最終的には2番の方がいいとか、そうですね、4番の方がいいとか、はい、それで決めてもらえれば、はい、これなら第三者的な立場でこう見られますから。はい、そうですね。しかしおしゃれな熟年女性は形だけでメガネを選ばない。アドバイザーを必要とする切実な女心があるのです。メイクアップとカラーコーディネートの専門家山崎さんは、全国の店舗を回り、そうした女性たちにアドバイスをしています。こういうメガネばっかりしかないから、はい、ほら、仏事の時にはこういうのはやっぱりしていけないもんですからね。拝見する中だと難しいかもしれないですね。その場の雰囲気に合ったメガネをあつらえるという奥様。好きな人はね、
で、これは金で、うん、で、ダイヤとエメラルドと。そうですね。いくらしたの？100何十万って言ってた。女の人の宝石と同じですよ、やっぱり。メガネは。メガネも。これもそうですか、奥さんですか？そうです。あ、それも普段ちょっとお買い物に行くときとか、お洋服に合わせて、うん、メガネでどうしてもおしゃれしたくなりますじゃん、ある年代が来ると、かけなきゃならなくなるから。私ね、度がないんです。今そう思いました。風よけの日よけなんですよ。全然度、ね、犬のお散歩と外出だけなんです。これはね、帽子用と思って、はい、上のフレームのないの使ってるんです。帽子かぶんないときついでしょ、はい、ここの線。いや、そんなことないです。パッとこう拝見したときにここにグッと線が来ますから、目の位置がこう下がって見えるんですね。そうすると若く見えたりするんです。あ、若く見えたり、はい、お手元用は全く必要はないですか？あ、老眼ですか？あの、本読んだりとか新聞読んだりというところ。もう本も文庫本も裸眼で見ます、裸眼で。あ、そうですか。お客様でしたらゴールドタイプの方が非常にお顔が明るくなると思います、うん、まして今ネックレスされてますよね、うん、そういった色ともバランスがいいし、お肌の色と髪の毛の色ともマッチしますよね。これ年を取ってきますと、はい、やはり誰でもこうシワがこう出てきますですね、はい、あのカラスの足跡とか小じわがちょっと出てきますね、はい、そういうところをやっぱりカバーできるものなんですか？もしそちらをカバーなさりたいと言ったら方向いくつかありますけれども、うん、あの、確かに大ぶりのものを選ぶっていうのも一つ正解だと思うんです。要するにあの眼鏡を大きくする、うん、隠してしまうということですよね、はいはい、それからレンズに色を入れるっていうこと。これ、はい、カラーレンズ、メイクアップ代わりに使えば若々しく見えるといいます。で、こうご覧になって分かるように、うん、ちょっと左側、ローズが入ってる方はかなり膨張して見えませんか、ね、そうですよ ね、確かに目元は明るくは見えるんですけれども、うん、少し膨張して見えます。で、お化粧きちんとされてらっしゃるし、チークもされてますから、これはちょっと赤すぎますよね、はい、で、むしろこちらの方が目元に立体感ができていて、お洋服を着るんであればやはりこちらっていうふうになりますよね、はい、こちらは色がついてない。ついてませんね、はい。あの、二色ってのがあるんですね。ありますね。これもそうなんです。こちらも。これははっきり分かります。黄色と。黄色が入ってますね。こちら茶系で。はい、はあ、これどういう効果があるんですか？はい、こちらはですね、目の下であのどちらかっていうとだんだんこうくすんできたりしますから、はいはい、そのくすみを、まあ、光でカットするっていうふうな意味合いでしょうね。はい、黄色と色、色がちょっと明るく見せるわけですか？そうです。あのお化粧でも目の下というのは、やはりくすみますから、ハイライトっていうものは必ず使うんですけれども、はい、それと同じ効果、と化粧してなくてもなんとなくこう、はい、化粧してるような感じに、逆にお化粧してない方は、これでお化粧してるように見せるとかね。お化粧をしているように見え、小じわも隠せるカラーレンズ、女性の強い味方です。こちらですか、セイコーエプソンさん。カラーレンズの基本の色は10色ですが、お客さんの要望に応じてありとあらゆる色合いのレンズを作ることができるそうです。複雑な色合いのカラーレンズが作られるようになったのは、高品質のプラスチックレンズの出現で染色しやすくなったからです。染料の入った液体の温度は摂氏90度。カラーレンズは女性従業員の手で一枚一枚丹念に染められています。多彩な染め付けを可能にしたプラスチックレンズはさらに多くの利点を持っています。ガラスのレンズに比べ軽くてはるかに薄い、メガネをかけても気にならないし、目の良い人のおしゃれなソーシングとして定着したのもうなずけます。これは何なんですか？立ってると疲れるんで、これで乗ってまたの疲れを取るっていう。あ、こちらにも置いてありますね。そうです。あ、やっぱり立ってると疲れる。むきみは取れますか？いや、取れないです。変わりません？ダメです。これは全部同じ度数です。同じ度数なんですね。同じ度数でも声だけ薄くなってきてると。あの厚さは随分とこんなにもね、こんなにも違くなってきましたけど、厚さは、はい、
よくあのね、本当に昔はこの牛乳の瓶の底みたいにこう厚くかけてと、ね、あの人は目がね、相当に悪いんじゃないかって。そうですね。でもこういうような、同じね、度数でもこういう薄いと、そうはね、思われませんからね。はい、しかも金のブラシでこすっても傷はつきにくい。最近その特殊な、こういう屈折率の高い素材に対して、特殊なハードコート、加工を施しますと非常に、強度が向上すると。ビニールの袋入れるんですか？こちら多分割れると思いますので袋入れます。特殊加工のない、従来型のレンズです、うわ、この粉ですね。ありました、それからこちらの方は、特殊加工のあるレンズです。うっ、あっあれ割っちゃいましたよ特殊加工してやっても割れます。割れましたね。おかしいな、割れちゃったじゃないですか。これちょっと間違えました。間違えたんですか？間違えました。同じように、特殊加工のしてなかったレンズの方を両方やったんですか？そういうことですね。どうも。で、特殊加工したのどこにあるんですか？こちらにありました。これはそうですか？こちらにありました。じゃあ、これは多分間違いないと思います。そうですか？大丈夫だと思います。加減してるわけじゃないんでしょうね。どうぞ。あ、また新しいレンズ持ってきました。これでやってみますか。もう疲労してますか。疲労の可能性もある。そうですか。このもんじゃ全然だ。とてもそれじゃ割れないと思います。眼鏡は日進月歩で進化しているのです。強い。何を隠そう、僕もね、普段はこうやってメガネかけてるんですね。そうですよね。これ僕のメガネ。これ選ぶときっていうのはかなりこだわりがありました。丸にしようかね、細長いのにしようかって考えましたが、やっぱりメガネってほら人のイメージを変えるっていうでしょ。全くありますからね。試してみましょう。これどうです。なかなか面白い。いいですねちょっと軽いですかね。そうです。これどうです。なんかこうちょっとこれ老眼鏡みたいに見えるかな。インテリっぽくも。これどうですか。私ほらこれこういうほらちょっと色に合わせたりするっていうのもいいじゃないですか。 ありますねやっぱりね。そうですか。なかなかですね。まあ今ね日本人は6000万人メガネをかけてるって言いますから、もうほとんど2人に1人でしょ。で、あの昔からほら日本人の典型っていうとメガネにカメラって言われたじゃないですか。ですからそのメガネ、まあ大抵の人はこれ視力矯正器として使ってますけど、やっぱりあのおしゃれ感覚、せっかくなんですからね、小じわ隠しいろいろ用途も広がってきてるようなんですね。まあ今日はですね、このメガネを存分に楽しむ方法をご覧ください。こんにちは。禁止ですか？いや、もう年だから老眼は入ってるしさ。禁止、遠視。遠視も入ってるし、乱視は入ってるし。だからメガネ外したら見えねえって。はめてでも見えねえんだから。あ、ごめんなさい。とりあえず先出してください。怒られちゃう。ここでクイズ。メガネの常識、嘘、本当？あれ？近視は老眼になりにくい。あ、にくい。にくい。うん。丸。丸。丸。自信を持って。うん、丸だ。あれ、丸。あれ、おかしい。老眼鏡ということ自体考えました。老眼鏡は近く用のメガネだということですと、近視はメガネ外せば近くが見えますので、いつでも。ですから眼鏡なしで近くが見えるということで、老眼鏡がいらない、老眼にならないというふうに言われているみたいですけれど、東京の眼鏡をかけたままではやはり近くが見えなくなりますので、やはり老眼になったと。近眼と老眼は別物とお分かりいただけたと思いますが、さて若い生徒たちが何やら妙な眼鏡、一体何をするのでしょう。じゃあ、あのね、これから、ちょっとの間だけ皆さん老人になってみようと思いますので、でこの目薬を一滴ずつ両目にさしますけれど、初めちょっとしみますけど我慢して、目をギュッとつぶって、薬出さないようにしてください。これ元に戻ります？一生の老眼一生だと思いますよ。ちょっとやめてくださいよ。だって私なんかもう一生老眼ですもん。目薬一発で老眼